ニャンパスどうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜です。はい、現在5月22日日曜日の0時58分になりましたね。さあ今日も風呂場からですね、皆様への感謝の気持ちを忘れずにアニメのリアクションをしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、Dアニメストアにてくのいちつばきの胸のうちの7話ですね、見ていこうと思います。では自己紹介ですね。はい、僕の名前はマジラジオ芸人ハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングをしてハーモニカーをしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段主に子供たちの前でね、やればできる諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナの影響で、まあ、ほぼ全ての仕事を奪われ、3月までには87連休を、4月には26連休、はい、そして今日でなんと35連休かな、今日でというね、もうありえない、生活してますけども、貯金だけでやりくりします。はい、まあそんな不安しかない中でもね、皆さんに、あ、これが諦めてへんってことかと、やればできるってこういうことかと感じ取っていただければと思って、一日も休むことなくアニメのリアクション動画を投稿し続けて、なんと787日目です。はい、もう再生数は全くいってないんですけどもね、諦めずにいつか花開くと信じてね、活動してますんで、ぜひ応援してください。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィール、すべて説明文にあるんでね、ぜひ見てください。で、過去のアニメリアクション動画、再生リストに作品別にまとめてます。はい、今年の9月ですね、でかい発表がありますんで、お楽しみに、絶対びっくりします。それでは行きまーす。3、2、1、スタート。はい、絵が動かない。これほんま、ちょっと待ってください。ごめんなさい、もう一回言います。これタブレットのところあるんです。ごめんなさい、もう一回言います。3、2、1、スタート。はい、動いた。すいませんでした。林道の決意という今日サブタイトルはあれか、サザンカと仲良くしようという決意かな。危ない。あれ、どこ行った。俺か。あれ、どこや、分からなくなった。すいません、ちょっと一瞬外します。あ、全然ここに。いや、前回の林道良かったですよね。もうちょっとこっちか、この辺か。暑いな、しまったな、扇風機用意してなかった。暑っ。もうちょっとこっちかな。さあ、林道の決意ですね。顔知ってたっけ。あ、お、ひなきく。
これひなぎくん泣くんとちゃう。あ、そうかそうか、見てるわ。前回朝顔も言ってたね、それ。それはね、一生つけたまま生活するわけにいかんもんね。あ、外してるな。あ、目を塗り直してんのか。なんやどういう作戦なのこれ。人形劇。不自然ちゃう。逆やろ普通。
来た。変化してたか。変化しとったね。サザンカはいい子です。外すんちゃう？これを機に。ひなきくん泣くぞこれ。ひなきく大好き。で、タブを変える。いやサザンカのよろしくの言い方いいね。今ちょっとひなきくんむちゃくちゃ気に入ってます。夜中の呼び出し。男のことかな。花先生、なるほど、男を知ってる二人やからかな。
それは怖いね。三日三晩寝込む。いや、多分男の話じゃないこれ。お、ささんかんけ。おお。むちゃくちゃ怒ってるやんか。どないすんだよこれ。幼稚。あ、かけ落とさせませんよ。ちょろかったな。茶釜の柵がすごいな。やめないでくだしゃピー。修行が足りん。今の、いえ、なんでもないですが、もう響けゆうほにも一気に、あの週一の言い方だったね。
まあ、シンプルに男のことを多言するなってことやったね。今回のエンディングはどこ班かな。これは何班？立つって書いてあるの？立つ？茜組、立つ班。手切り鈴代ハス。Cパートありそうやな。無用病で自分で食ってんじゃん。な、やっぱり自分やないかい。みんないい声。お、次回最強の班、姉様。今回達班のエンディング、誰と誰と誰、ハスが、知らんな、カハラ、なんていうの、萌えっていうのかな。で、あれどこ行った、鈴代が、高田由紀さんか、エルバね。で、もう一人が、あれどこ行った、どこ行った、あれ達判どこ行った、あった、ひぎり、知らんな、なんて言うの、つらいって言うのかな、読めへんな、まあ前は、はい、すいません。まあ今回まず林道の決意いうことでね、まあ、ひなきくが絡むと、まあ泣くやろうというオチは分かっててもおもろかった。ちょっとね、ひなきくほんまにお気に入りです。前々回でね、もう可愛い、可愛い、あの泣き方がいいね。ひなぎくって
け、声優さん誰だっけ、すごくいい泣きの演技ですよね。稲城くんどこ、高野真理香さん、あーちょっと他の、名前は知ってますけどね、なんか泣きの演技がすごくいいですよね。まあ今回ね、その稲城くんの顔をね見たいがために、まあサザンカをね、騙してはないかね、サザンカにまあちょっと、協力を求めてやったけど、まさか椿がね化けてるとは思わなかったな。あれは読めた人言ってましたからね、まさか椿が化けてたとかね。でしかもまあその前にね、林道がその、まあ、小さい頃から人見知りで、つけて育ったけど、このままじゃあかんと思うって言ってたしね。でなんか目の書き直しとかしてたのからして、まあお面にも非常に愛着がねあるっていうのも分かったけども、そんな愛着のあるお面を外すと決意するってなかなかまあ難しいことだと思うんですよね。その別に顔を見せてあげるわだけじゃないし、だからその外したのもここにちゃんとつけてたのね、お祭りのように。いやまさかね、椿が化けてたとは。サザンカやりよったな。さすがサザンカは椿を裏切らないですね。でまあそんな中で、男の話をしてた2人のね、会話聞いてしまったんですね、花先生が。まあ、それで呼び出しでした。まあやっぱ男の話するようなとは思ったけど、まあさすがサザンカに、ね、気づいて、追いかけて、まあ眠らされたのはちょろかったけど、まあだからその今回サザンカが駆け落ちという言葉を覚えてしまったけど、覚えたというかは意味は知ってないもんね。どっかで口滑らすんちゃうかな、駆け落ちということを。ほんで駆け落ちてなんやねん騒動が起こりそうな気もする。どうかな、どうかな。まあとにかく林道がね決意したシーンは非常に良かったし、やっぱ日凪くんに俺を言ったとこが非常に良かったですね。もう栄子ほんまに性格がにじみ出ておりますな。ね、きっかけをくれてありがとうというのが非常に良かったしね。もうちょっとひなぎくんの泣きが最高でした。とにかく最高。また今後ともひなぎくんには泣いてほしいですね。まあで C パートも最高でした。やっぱり朝顔やったかと。ね、無遊病で自分で食ってた。朝顔も可愛いんよね。なんかザ無邪気やしね。超可愛いですね、朝顔もね。このアニメに出てくるキャラ全員可愛いですね。まあベニスモモぐらいかな、かっこいいと思った。まあどっちや、2話3話ちょっと忘れましたけど、僕はベニスモモめちゃくちゃ気に入りましたんでね。今んところひなぎくもだいぶ強いですよ。これは林道も強いですね。まあもちろん椿も強いですけど、ちょっとあれですね、くのいち椿は推しが多くなるかもしれませんね。ちょっと真剣に考えたことないですけど、はい、ということで、まあ、いつね、その男が出てくるのかっていうのも楽しみですね。もう半分超えてますからね、7話なんで。まあ、その辺もね、楽しみにしながら、あとはこの駆け落ちというワードが、サザンカにバレたことで、なんか騒動が起きるんじゃないかな、というふうに思っております。はい、ということで、くのいち椿の胸の内7話でした。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。はい、まあ、冒頭でも言うたように、今非常に厳しい状況ですけどね。まあ、4月25日にね、あまりにも再生されなさすぎて、僕はメンタル完全に行きまして、完全にバグりました。ね、まあ一部やめる宣言をして、まあね、いろんなご意見いただいて、まあそんな中でもね、僕はやっぱりまあ再生が少なかろうがね、まあ見てくださってる方がいることに感謝をせなあかんと、そこをちょっとね、なんでしょうか、見落としてたというか、まあそれに気づいてからね、もうずっとこの感謝鉢巻きをしておりますのでね、まあ再生していただいて皆様、ほんまにありがとうございます。はい、ぜひ今後ともね、応援してやってください。ただ僕がショーをしている姿をね、皆さんには知っていただきたいので、過去のパフォーマンス動画というところをね、ピットを押していただいて、なんか一個でもいいんでね、見ていただければ助かります。そしてね、いつの日か僕のショーを生で見ていただきたいなと思ってます。これまで5人の方がね、来てくださいましたんで、ですね、ぜひ、皆さんにもいつかお会いできる日がね、来ることを願っております。その日のためにも僕を知っていただきたいので、ぜひともね、説明文に目を通してください。お願いします。アイアム大道芸人パフォーマーなんでね、はい、以上、アニメリアク職人ことマジアリミニハマでした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。